仙台旧字本義大成行は、聖徳太子によって編纂されたと伝えられる経典。複数の研究者によって義書とされている。西部38巻と副部34巻の計72巻に分かれている。西部には、神代七代から水古天皇までの歴史と祭祀。副部には、牧戦、歴史、医学、予言。 憲法など広範な内容が記され、神道の教典としての格を備えている。人代本儀全一巻、先天本儀全一巻、恩明本儀全一巻、公仙本儀全一巻、神儀本儀上下二巻、神神本儀上下二巻、天神本儀上下二巻、地儀本儀上下二巻、高尊本儀上下二巻、天尊本儀上下二巻、人能本儀全六巻、 天皇本儀全六巻。三角公本儀全六巻。聖公本儀全四巻。平京本儀全六巻。終言本儀全一巻。天聖本儀全一巻。太真似本儀上下二巻。歴道本儀全四巻。遺構本儀全四巻。霊公本儀全四巻。霊下本儀上下二巻。午後本儀全四巻。軍旅本儀上下二巻。未然本儀全一巻。 憲法本義全一巻、神社本義全一巻、国の宮津古本義全一巻、1679年、江戸の書店で、仙台旧字本義大成行と呼ばれる書物が発見したとされた。この大成行の内容が公開されると、大きな話題となり、学者や神職、僧侶の間で広く読まれるようになった。しかし、大成行の内容は、 伊勢神宮別宮の伊蔵宮の神職が主張していた、伊蔵宮が日神を祀る者であり、内宮、下空は星神、月神を祀るものであるという説を裏付けるようなものであることが分かり、内宮、下空の神職がこの書の内容について幕府に宣議を求めた。1681年、幕府は大政行を議所と断定し、江戸の藩元、豊島総兵、 書店にこの書物を持ち込んだ、新党家、長野うねめと、そう、超音了界偽作を依頼したとされた、伊蔵宮の新職らを処罰した。後に大政業をはじめとする由緒の明らかでない、書物の出版、販売が禁止された。しかし、幕府の目をかいくぐって、大政業は出回り続け、スイカ新などに影響を与えている。なお、広大神宮と伊蔵宮は、 放災氏族は別であり、日人祭司の起源主張には、無理がある。湯浅1998、P66、佐藤2000、P274、本項目で解説した書は、遠方版、超音本、72漢本などと呼ばれることがある。味噌謝罪で円本仙台旧字本義体制教官を呼び、白川本旧字記は違本。すべて、 仙台旧字本義をもとにして、江戸時代に創作されたと言われている。後に多数現れる、腰古伝のルーツ、種本と見る人もいる。1675年、江戸の藩元、豊島総兵より、聖徳大子後憲法と称する書物が刊行された。この書物は、聖徳大子の憲法は、通り網憲法、聖下憲法、樹脂憲法、釈子憲法、 新職憲法の五憲法であり、通り網憲法が、日本初期の十七条憲法であるとする。六百七十九年に現れた、仙台旧児本義大政教末期七十、憲法本義は六百七十五年の、聖徳大使五憲法と同じ内容である。超音道会は、大爆衆の層。著書に、最蛇林、座禅論、切り替え難張りなどがある。ありがとうございます。